郡山第二中学校卓球部。部員は男子11人、女子6人が所属しています。全国大会でベスト16とか上の方に勝ち上がっていきたいので、そこに向けて練習してます。次、これまでの過去3年の大会を振り返ってみても、この成績。昨年度は男子も女子も全国大会に出場しています。優秀な成績を収めてきた卓球、さぞ厳しい指導を受けているかと思いきや、人それぞれ、課題があるので、自分のやりたい練習を相手に伝えて、で練習を行う。こっちからこう指示をすることはないので、自分で考える。自主性を重んじる部で男子の部長を務める伊藤選手は、去年の全国大会でシングルスに出場。最も力を入れて練習しているのが、試合の流れを決めるサーブです。サーブの重要な要素、低さ、速さ、回転を追求して、ひたすら練習を繰り返しています。苦しい試合も上位大会に行くと多いんですけど、そこを乗り越える子どもたちを見るとすごいなって、こう僕が卓球自分でやっていた時よりも、もう数倍もすごい選手で、もう尊敬しています。一方、女子の強さも負けてはいません。2年生の狩宿結衣選手は全国大会でシングルスに出場。幼稚園の頃に卓球を始め、それから卓球漬けの日々を送っています。上の子、お姉ちゃんたち の試合に行っていたもので、本人がぜひやってみたいっていうことだったので、ちょっと握らせてみまして、それでそこからがスタートです。一生懸命頑張っていると思います。今や全国レベルの選手に成長し、ダブルスでも頼れる相棒の福田沙耶選手と全国大会に進出しました。その強さを支えている練習量は、午後6時までの部活動の後、地域の卓球クラブに移動して午後9時まで。狩宿選手だけでなく、郡山2中の部員の多くが同じようにクラブでの練習を毎日続けています。部活は一般生も含めて教え合えるような空間で、クラブは自分の課題をしっかり なくせるように練習してます。家族と過ごす時間よりも長く同じ時間を共有している部員たち、お互いをよく理解しているかけがえのない存在です。いろいろ教えてもらう部分がたくさんあります。ライバルです。面白くて天真爛漫なんですけど、卓球やると結構怖くてチームのことを第一に考える人だと思います。優しいんで、なんかお姉ちゃんみたいな感じで、けど卓球だとすごい真剣に取り組むんで、二人とも尊敬してます。こうして生まれるチームの絆こそが郡山二中の強さの秘訣。練習に励む部員たちの後ろにはこんな文字が。いや、もう入った時点でラケット買ったら一緒に練習してすぐ試合に出れる。で、掃除も玉拾いも全部平等です。1年生も3年生も。全員でボール拾って、そして全員で練習に取り組むっていう感じです。ボール拾いも下級生だけの役割にせず、時間を決めて全員で行うのが郡山の中流。チーム一丸となって23日からは全国出場がかかる県大会に臨みます。全員で協力しながら県大会優勝して、
全国大会に行けるように頑張ります。